やどうもリバイブのジェクストーオルトゥユータとヤトシャー、本日のギャグは好きな YouTuber をプレゼンしてください。イエーイ。皆さんルーツが違うじゃないですか、音楽に関しての、ね、そうですね、好きなバンドとかが違ったりして面白い、はいはいはい、逆にそれ YouTuber でもあると思うんですよ。あ、俺らはまあまだ初めてね、素人ですけども、はい、それぞれ多分見てる YouTuber さん、好きな YouTuber さんが違うと思うんで、はい、改めてそれをね、はい、紹介しようかなと、はい、誰から行く、やりたい人、俺行きますか。おお、はい、どうも三の物語のパナルです。知ってますか。存じ上げぬ、存じ上げぬぬかー。だって三の物語さん、なんか名前は聞いたことある。バナナさん、まあ、グループ俺もさ、にわかなんですけど、三の物語っていうグループだと、その中のバナナさん、バナナさん、その人が好きなんだ。その人がね、俺やってることが面白くて、コンビニとかに何時間、何日いたら出てくってくださいって注意されるから、でその声かけられるまではコンビニの中にいなきゃいけない。何してんの。立ち読みしたり、そのなんかスペシャルの休むところ、あそこにいたりして時間潰すの。そう、リスナーさん使ってもう潰れそうなお店にリスナーさん呼んで、もう大行列店にしてしたり。その中でやりたいやつがあって。何？サイゼリア行っていつものって頼めます。いやいや頼まないよ。サイゼリアとかガストとか。そんないつものって言えるほど通わないから、ね。うん、それを何日通えばそれが承諾されるか。1日目超ハテナじゃないですか。そう、ハテナ。確かに。でそれとりあえず持ってきてもらって、次の日行って、あ、いつもので、まあ来ない、違う店員さんが来たりするじゃん。ああ、それでもいつものって言う。そうそう、もういつものって言って、っへっって言われたらどうですか。とりあえずいつもの。難しい。すごい。それで来てましたからね、そのうちに。そうそうそう。へえ。そう、三の物語さんはおすすめです。どうも寿司ラーメンりっくんです。知ってる。あー、知ってます。その名前だけだな、俺あんま見てない。すごい、わかんない。結構フルカブさんです。あ、そうそうそう、ね、テレビとかにも出てた。初め YouTube っていうのができたぐらい。あ、そう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 。なんか物を作るんですよ。 CO2 のガスボンベをチャリンコにこう溶接とかして取り付けて、それで走ったらめっちゃ速いんじゃないかとか。あ、有名なのあれですね、白い全身タイツ着て顔も白く塗って天井に、あー見た見た、そう、縛り付けられて、お母さんとかね、あ、ちょ、おばあちゃん、おばあちゃんびっくりする、そう、おばあちゃんにバレないでどれだけ入れるかみたいな。あ、なんか見たかもしんない。俺もちょっとそれのシリーズでおばあちゃんがめっちゃ出てくるんですけど、あの壁に埋め込まれたらおばあちゃんいつに気づくか。怖いや、壁にこの穴開けてそこにはまるんですよ、白いので。怖っ。通ずるものがある。俺ねえ。ねえ。あれあれ、あのペットボトルの底を開けといて。あ、そう、お茶な。おばあちゃんがね、取ったらブシャッ。そうね、俺そっちシリーズも好きなんだけど、俺は作るシリーズの方が好きで。それは通ずるよ。あの、なんかこう、なんだっけ、ハンドスピナーってあるじゃない、うん、あれいっぱいつけて風出して当てただけでもう大ダメージ与える剣とか、あとなんか液体窒素かなんかを吹き出しながら切るやつとか、あとムチ、超ロングムチみたいのを作って自分が走って戻ってきたら超大ダメージ与えられるんじゃないかっていうやつとか、ね、そう、実験系が多いですね。まあ、作るのが好きなんで。あんまりね、俺らやんないですもんね、実験系。そう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 。おならをし続けて泳いだら超速いんじゃないかとか。まあ創作が好きな僕としてはすごく面白いので、はい、ぜひ見てみてください。純粋に好きなのはやっぱ東海オンエアとかスカイピースが好きなんだけど、うん、今ハマってんの二人食事室だ。俺、あ、いいです、どうぞどうぞ、どんどん行って。まあ、一人まず、北北海道南は沖縄で日本中全国の皆さんピッピッピッっていう挨拶をする。見たことあるよ、あんたも。あ、それ、そう、以前やってました。やってました。見たことある。ジュキヤさんですね。ジュキヤさん、インタビューをするっていう人なんですけど、やっぱ喋りがうまい。あ、それは通ずらないです。俺全然だから憧れるんだよ。憧れる。俺はできないから、あ、すごいなって見てて面白いなって思う、ね、目で見てる、うん、なんかだからさ、まあ俺らしょうもない企画をやってるじゃない、 YouTube、うん、その人は、ジュキヤは企画がしょうもなくても面白いんだよ、喋りうまいから。その他人との会話でもう面白い動画にしてるって感じで、
うん、それがまあすごいなっていう。あともう一人はジュエリーっていう女の子なんですけど、釣りする人。そうそうそう、あー、知ってます。あれはめっちゃ可愛くない？好きそうな顔してますね。あの顔がタイプなの。それは分かった。もう押したい、ここがここが顔が。俺も昨日見たわ。でもさ、あの可愛さで、だってあの虫ダメだったじゃん。虫ダメだった。あれ平気で触ってたやつ。マジで？あのニョロニョロしたやつでしょ。得体の知れない。それなんか女の子としていいなと思って。そういうのを嫌がらない女の子ね。がちょっといいな、一緒に楽しんでくれるっていうかさ。あと嫌がる男の子マジでムカついたもん。そう可愛い子分の。でも楽しんでくれそうじゃん一緒に。はい、そうだね。っていうのと、純粋にマジで顔が好き、俺は。顔がタイプ、ね、いや、ぜひゼックスファンの皆さんは見た方がいいですよ。見た方がいいっすよ。こういう顔がタイプなんだっていうのはもうすぐ分かる。もう次ライブもしやるときあったらみんなそのメイクで来るから。そう、でも分かるし、俺のタイプ分かる。俺はね、最近分かってきたんで。丸さんは何が？いやー、もうここはリバイブって言いたいとこですけど、そういうのはマジでいらないんだ。あ、いらない、いらないですか。いらない、ガチでいらないです。ガチでベルクラさんっていう人が言うさ。分かんないが、ベルクラさんって。そう、 DVD オンリー、オンリーだけじゃなくてちょいちょいやってるんだけど、けどそのまた DVD のプレイがうまいんですよ、すごく。でもみんな伝わんないよね、デッドバイデイライトってどういうゲームかみたいな。最近まで俺あの DVD って略すやん。これあれドラゴンボールなんちゃらって思ってそう、確かに全然わかんなかった。それがデッドバイデイライトだったんだ。そうなんですよ。だから最近ビジュアル系バンドマンさんも、キリュウのメンバーさんとか、リンチの葉月さんとかが最近、実況してるんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。だから、そう、それをやりながらと思う時にはもう俺もやってて、いや、やりたいなってずっと思ってて。ハルさんやんないとじゃね、うん、そうなんですよ。だからこれ本当にやったら見てくれるならやりますけど、やりますか？それ配信とかでやってるんでしょ？あ、本当にやりますよ、俺。こればっかしは本当にやってるんで。君んちにパソコンだからどんどんやってる。わかりました。ということで、そう、ベルクラさん、ベルクラさんっていう YouTuber さんが大好きでございます。そんな感じで、まあやっぱそれぞれ YouTuber 好きなと違うね。でも最近、そう、みんなの方が俺ちょっと気になって、みんなが好きなやつ見たりするんで、それをね、あの見てる方、逆にその俺らが好きな YouTuber さんのリスナーさんが奇跡的に俺らのを見てくれたらとても嬉しい。そんな次第でございます。それに恥ずかしくならないような企画を撮りたいんですけど、まああの一番くじ低評価いっぱいつきました。何の低評価なの？あれ何なんすか？そう、コメントに書いてほしい。コメントに書いてほしい。そう、コメントに書いてほしい。俺別に気づいたりしないんで、俺は。死ねばいいねとか。マジキモいとか言われたら、もう全然受け付けるんでしょ？いや、君は、いや、お前は絶対に気づく。俺傷ついちゃう。お前は多分傷つく。だからね、低評価の理由とかも書いてくれたら嬉しいですね。俺の予想は、全部揃えても売るって言ったじゃん。それがダメだ。ああ、なんで買ってんのって言うとか、いや、わかんないよ。そこまで見てるか知らんけどさ。お前らそんな YouTuber が、いや、そうなんですよ。喧嘩するつもりなんです。喧嘩、そうだよね。愛がないっていう理由もあるから、だからなんで興味もないのに買ってんのみたいな人は、本当に欲しい人がもしかしたらいたらさ。ああ、しかも売っちゃってみたいなんですよ。シェンロン売っちゃって、1万8000じゃねえばーよ。そうだ、売ってる YouTuber さんいねえんかな。そう、出る人はどうなんだろう。なんかゲーセンで撮ったのを売るはいるけどさ、一番くじ売るはあんま見ない気がするね。じゃあ今後も売りたいと思います。はい、すいません。喧嘩売るな。喧嘩売ってないです。いっそのことプレゼントはやんないですか？理由を書かれるのは俺はやめない。これを見て納得したらすいません。なるほどね。それを教えてほしい。俺コメント書くわ。売るぐらいなら僕にください。いや、すだけど、あの見てる方にはあれあげないんですか？あ、それも考えたんですけど、うん、なんか俺疎くて世の中に、うん、プレゼント企画もさ、なんか物をさその人に送ろうと思うんだけど、めんどくさいもん。自分の住所とかさ、まあそうだね、相手の住所とかって知れないような送り方あるんだろうけど、うん、分かんなくて。まあ全然ね、一番くじ買って欲しい人がいれば俺はプレゼントしたり、うん、そういうのもコメントであればやりてえと思う。ツイッターの DM にください。ツイッターの DM あれか、オフ会するしかないじゃん。オフ会して、オフ会で売ります。そうすると、モヒーヤがマジでパコる。モヒーヤがパコる。それだけは避けたい。名前変わったな。
やーもう一人モヒーヤ、モヒーヤ、モヒーヤ、あと俺の一番、あ、宝くじモヒーヤって記録入れてたみんなそれ分かってるモヒーヤって感じじゃん、モヒーヤさんモヒーヤ僕は鶴中さんが大好きです以上、YouTuber 紹介してみたでしたはぁ、バイビーノース。